せーの、せーの、セルフサービスで、味噌汁だけあちらで継がせていただいてますので、はい、こちらからお願いします。はい、お疲れ様でございました。はい、お取りくださいませ。はい、お疲れ様でした。2名様、動画側の 2名様用の席でお願いします。ご飯とお茶はセルフサービスで。2名です。おはようございます。2名様ですね、はい、次に小学校に失礼します。おはようございます。お取りくださいませ。はい、2名様窓側の空いてる席です。はいはいはい、
はい、ありがとうございました。はい、ご飯もねすごく美味しくて、木内ヶ岳伏流水のお風呂も最高でした。それにね、なんといってもスタッフさんが親切。また来たくなるおせご屋さんでした。それではね、戻りのルートなんですが、今現在はこの赤い丸のところね、見晴らしにいます。で、風景をね楽しみながら、このど真ん中を山の花まで歩きます。山の花で休憩した後は鳩町峠まで登ります。では出発しましょう。うわあ、青空がね出てきたよ。すごいすごい。今朝ね、まあ、ご飯食べる前なんで、まあ、7時前ですね、6時半ぐらいに、出てきた時は、まあ、霞んでてね、まあ、私物も何も見えなかったんですけど、もう一気に晴れましたね。はい、反対側の火打ちはどうかな。うーんってきて、火打ち側だけは、上の方がガスってますね。はい、竜宮の小屋のね北側の巨水林に入ります。ここはね、流れてるから主里川っていうんですけど、福島と群馬の県境ですね。あ、縦札あるわ、ほら。これ立派になっちゃったな、橋こんな綺麗になっちゃった。はい、これは主里川ですね。この主里川は、まあ、水源がね小瀬沼なんですよ。小瀬沼からね流れてます。はい、この先にねあるのは竜宮の公衆トイレと竜宮小屋ですね。はい、そこまでまず行ってみましょう。うん、ここはね本当大勢の中でも俺好きな場所だよ。ここは、はい、あそこがね、竜宮の公衆トイレです。使う際はねちょっとチップを入れてください。はい、ああ、そうです。あ、またね、私物ちょっと雲かかっちゃったね。この季節だから、まあ、しょうがないですけど、今日はね、いろんな表情の山が見れそうですね。昨日はね、あやめ平からここに降りてきて、でここで食事してね、まあ、少し水場所なんかを取りながら、竜宮の方に行ったんですよね。はい、はい、ここはスルーして山の花方面に向かいます。
はい、大堀川の水場所です。はい、これ牛首ですね。非常に、ね、多くの方が休んでます。こちらこちら、ありがとうございます。ちらっと横が映るかもしれない。はい、ここはね、逆さ火打ちが取れるポイントなんだけど、ちょっと波打っちゃってるのと、火打ち自体も雲がかかっちゃってますね。だけどね、こっち、まあ、逆さじゃないけど私物ねいいポイントだよね、ここ。この辺ね、池塘多いんだけど、この池塘にね、まあ、羊の刻になると開く羊草っていうのがこう、まあ、咲くというかね、浮かぶんですよね。まあ、それが出てくるとね、まあ、僕なんかはまあ夏だなって感じるんですけどね。まあ、今日はちょっと早くてまだ羊草も浮かんでませんね。まあ、まあこれもね、ヨッピ川なんですよ。ヨッピ川の上流の方。素晴らしいですね、ここはこんな感じです。はい、山の花に着きました。はい、山の花の休憩所ですね。9時56分私はもう風邪気ないぐらい来てるんですけど、あれ初めて食ったわ本当に。それなんでこのままね、鳩町峠まで上がってきます。はい、11時13分、鳩町に戻ってきました。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ああ、帰ってきた。はい、戸倉のね、第一駐車場に戻ってきました。今回も動画をご覧いただきましてありがとうございました。カババでした。